이 애니의 주인공은 병원 침대에서 눈을 뜹니다. 아버지는 교수로 해외 출장을 나가게 되어 시골로 전학을 오게 되었고 할머니, 할아버지 레이코 이모와 함께 살게 됩니다. 오호! 今度は 킹구 선생ですか? 보라쇼님? 기흉 때문에 등교를 못하자 전학갈반의 학생위원장, 반장, 부반장이 찾아왔네요. どうしてなんです? ちょっと家の事情で 1学期が始まってからのノートをコピーしてきたからありがとう光一君こちらこそよろしく 그날 밤 병원에 있는 엘리베이터를 탔는데 すみません 君って 요미키타노 세도 특이한 학생을 보게 되죠. 지하 2階에 뭔가 요지가? 가와이소나 나의 한신이 거기. 네, 키니. 이름은? 뭔데요? 미사키 메이. 다음 날 다시 학교로 나가게 되는 코이치는 담임과 부담임이 있는 3학년 3반으로 배정받게 됩니다. 父の仕事の関係でこちらにやってきました。どうぞよろしく。 학생들은 반기는 분위기는 아니었죠. 어제 본 여학생도 발견합니다. 病気はもう大丈夫なのかな?でもさ、いいよね、東京。 아까의 분위기와는 다르게 갑자기 질문 폭격을 하는 학생들. じゃあさ、昼休みにでもざっと校内を案内してやろうか。 知らないとやっぱ不便だろ? あのさ、桜木さん はい? ほら 갑자기 눈동자가 커지는 부반장의 눈 미사키메이っていう女の子 ほら、左目に眼帯をした 昼休みも教室にいなかったし 体育、君も見学なんだね そういうあなたは大丈夫なの? この間、読山病院で僕と会ったの。病院 일을 물어보는데 そういう質問攻め嫌い。あ、ごめん。何も知らないのね。誰からも聞いてないんだ。この学校はね、中でも3年3組は死に近いところにあるの。しかもただの死じゃない。 이상한 말만 하고 가는 소녀는 이제 자신에게 말을 걸지 말라고 말하고 자네 사카키 바라쿠 클래스의 민나토와 음악을 やっていけそうかい? 야 어제의 일 이후 다시 말을 거는 코이치 その左目はどうしたの? 雨の中で何してたの? 雨は嫌いじゃないから 授業行った方がいいね 이 중학교의 제이도 서실 사서인 치비키 선생을 만나게 되고 자, 이마와 있다 있다 레몬의 叫びです 사카키바라군은 부활동을 やらないんですか? 사카키바라군은 미카미 선생님을 どう思う? どうって聞かれても 困るよな 미사키를 찾는 코이치 いないか 자신과 친한 간호사 누나를 찾아가 정보를 얻으려고 하는데 先週の月曜日この病院で亡くなった女の子っていませんでした? 何で? ちょっと気になることがあって 調べといてあげよっか その代わり今度ちゃんと理由を教えてね いや 다음 날도 찾아가서 다시 말을 거는 코이치에게 미사키는 경고를 하는데 気をつけた方がいいよ。定型詞の一つではありますが、正岡式という人によって名付けられたものです。 미사키가 수업에 또 없는 것을 보고 榊原君、これからお帰りですか? ちょっといい? 집에 가려는 주인공에게 갑자기 태어난 병원을 물어보고 生まれたのは読山の病院なんだ。なんでそんなこと?
どこかで会った気がするのよ。これも対策係の仕事だし、私がちゃんとしないと。対策係って光一くんには3組の置かれた状況と決まりを理解してもらう。같이병문안을오낙하자와는이해할수없는말을하고하지만그런것에관심이없던코이치는미사키의하교하는모습을보고따라갑니다뒤를비행하던코이치는미사키를놓치게되고간호사누나에게죽은학생이미사키라는말을들은코이치일단공방이나구경해서마음을안정시키자생각해서안으로들어가고他にお客さんはいないし거기서미사키와똑같은인형을보게되는데なぜ似てるって思った？うん。でも半分だけ。どうしてここに？それで榊原君がここにいるの。散策してたら。차마쫓아왔다는말은못하고쳐다만보는데。見せてあげようか。え？この眼帯の下。その左目はどうしたの？저번도서실에서의물음에답을해주는미사키의안이어서안대로가리고있었습니다普段は隠してる行きましょう上の方がここよりマシだから美咲さんお姉さんか妹さんはいる他にお客さんはいないし갑자기생각난저번의말이기억나는데聞きたいこと他にもあるんでしょう あの人形はなんでなんであんなに君に似ているわけさあ何も知らないのね榊原君미사키는한옛날이야기를말해줍니다26年前の3年3組の話勉強も運動もできて誰にでも優しくって生徒にもとっても好かれてたその子が死んでしまったのクラスのみんなはものすごいショックを受けたわけそんな中でふと誰かが言い出したのあいつは死んでなんかいないってほらあいつはそこにいる生きてちゃんとそこにいるだろうってそれ実はところが出来上がった写真を見てみんなは気づいたの그리고졸업사진에서죽은사람이같이찍혔다고그사람의이름은미사키였다고말하는미사키ごめんもう帰るから閉店の時間だよ今日はもうお帰りなさい。試験が終わったら進路指導か。ま、どの道お前との腐れ縁も卒業までよ。テシワガ라는반장이카자미와는오랫동안악연으로초등학교2학년때부터같은반으로거기다이웃이라같이놀았다고あのさ、桜木さん。美咲さんってさ、どういう子なの？부반장은이번에도말하기를꺼리고ダメって3組では言ってはダメなんです다음날미사키를발견하고달려가는코이치ちょっと아이大丈夫かお前테시와가라는미사키는없는사람이라고말하고こないだのさ病棟で亡くなった女の子のことなんだけど名前は美咲だったみたい姓は藤岡って言うそうよその子のことを知りたがってた理由って다음에정확한이유를말해준다고하는데알겠다고간호사누나는중간고사기간이니까시험공부를열심히하라고합니다あの日亡くなった人って藤岡美咲っていう子だったんだね美咲は私のいとこよもっとつながってた왜반전체가너를무시하는지다시물어보는데이나이모노だから でもみんなには私のこと見えてないの충격적인말을하는미사키まさか갑
갑자기 하교하게 된 부반장. 하지만 미사키와 코이치를 보고 도망을 치고, 도망친 계단에서 부반장은 죽고 마는데 첫 번째 사망자가 발생합니다. 아빠, 레노 노로이? 知ってるのか, 오마이? 노로와레다 3년 3組って 始まっちゃったら 毎月 誰かが 死ぬんだよね? 毎月 1人か, それ以上. 그 사건으로 기흉이 다시 발생해 병원에 방문한 코이치. 에, 난도가. 同じ クラスなんだってね. うちの下の弟. これから診察? はい. じゃあその後で会おっか. 저번에 했던 약속으로 얘기하자는 간호사 누나. あと1ヶ月様子を見ましょうか. お待たせ. どうだった? 眼帯の女の子のいとこが藤岡美咲ちゃんだったってわけか。 美咲メイっていう名前聞いたことありますか? 美咲? 実はさっきお話しした眼帯の女の子が 美咲メイっていう子なんです。 なんだか話がホラーめいてきたな。 간호사 누나는 동생한테 물어본다고 하고 집으로 돌아온 코이치. 도스테! 도스테! 코이치군? 모교 졸업생인 이모한테 몇 반이었냐고 물어보고 3組だった. 3組? 그리고 자신이 어머니는 어디 중학교에 다녔는지 몇 반이었는지 물어보는데 하지만 두통으로 다음에 얘기하자고 합니다. 고멘네 코이치군. 다메다나. 今年はない年だと思ってたのに。今年はない年で、ゆかりの事故は本当に偶然。もう一つは5月から始まった。しかし、なんでわざわざ転校生を3組に入れるかな。私が初日に休んでしまったから。今の校長なんて事情をほとんど分かってないらしいし。대책이 필요하다는 말을 하는 아키자와 갑자기 피하는 분위기의 학생들. 너희들이 숨기는 것에 대해 정확히 알려달라고 말하는 코이치. 갑자기 걸려온 간호사 누나의 전화. 누나의 동생은 미사키 메이는 없는 사람이라고 말을 하고 嘘ですよ. 屋上からエレベーター乗ったの。そろそろ戻らないと。 오작동을 일으키기 시작하는 병원 엘리베이터는 추락하기 시작하는데 두 번째 사망자가 발생합니다. 미즈노 사나에산테 있다가네. この間もクラスの子が事故で亡くなったんだろう? そうしきはもう管理してほしいな。 이 사건의 시작인 26년 전의 졸업사진을 보는 코이치. 오가산. 오가산은 何組だったのかな? 리츠코네산은 3組요. 하하모 3組だったそうです. 응? どの人?君のお母さん。律子君か。亡くなったと言っていたが、いつ? 15년 전 코이치를 낳고 돌아가신 어머니. 뭔가 알고 있는 듯한 치바키 선생. そういうことなのか? 반에 가보니 아무도 없습니다. 야, 가이로가. 답답했던 코이치는 방과 후 두 녀석을 따라가 물어보는데 하지만 이유는 말해주지도 않고 我慢してほしいんだ. 알겠다고 하고 반에 명부가 필요하다는 코이치. 勝手に決めつけたことを押し付けるのってフェアじゃない. 美咲メイって子はいるの? 美咲メイは. 세 번째 사망자가 발생합니다. 同じ教室で共に学んだ高林君のご冥福をみんなでお祈りしましょう。皆さんくれぐれも クラスの決め事は守るように。 おはようございます。 今朝
何かあったっけ。이날 이후 무시하기 시작하는 반 친구들과 선생님. これは本来人間でないものが欲しいのは擬人法。수업에빠져도人間とは考え없는사람처럼아무말도하지않는선생님. 책상안에있던 종이를 발견한 코이치. 야. どうしたの?ここってさ、君の家だよね。そう。とっくに気づいてると思った。君のお母さんって、キリカって人?そう。上に行きましょう。미사키는질문에답해준다고합니다.質問攻めは嫌いなんじゃなかったっけ?嫌い。だけど、今日は特別に認めます。자신은죽은존재가아니라는미사키.生きた人間として3학년3반에서발생하는초자연적인현상에대해말해주기시작하는데最初にそれが起こったのは美咲の同級生たちが卒業した次の年の3年3組だった。始まってしまうとね毎月人が死ぬの。그현상은반에학생이한명더늘어나는것増える誰が誰が増えた子なのかどうしてもわからない。25年前新学期が始まってすぐ、クラスの人数に合わせて用意してあったはずなのに。이현상이일어나면누가늘어났는지알수없게기억까지바꿔버립니다。どうして誰かが増えると人が死ぬわけ ?26 年前の行いで、3組が死者を招き入れる場になってしまった。それから死者がクラスに混じるようになって、3組は死に近づいてしまった。ね。10年ほど前かな。有効な対処法が見つかったの。まさか、それが。もう一人の代わりに、誰か一人をいないものにしてしまう。바로망자바꿔치기대책입니다。嫌です。と言ったらやめてもらえるんですか?それは。원래는반에인원이맞아없는해인줄알았으나、코이치가전학을오면서인원수가한명더늘어났기때문에、미사키에게망자바꿔치기를시켰던것입니다。でもさ、왜그런중대사항을말해주지않은거냐는데だって友達の榊原くんです。クラスのお友達それとも美術部の。そろそろ帰らないとね榊原くん。미사키는밖에서얘기하자하고3組の秘密は分かったけどさでも君美咲はそれでいいの。私もみんなと一緒になってその子をいないものにしなきゃいけなかった。帰り気をつけて。お互い死に近い場所にいるわけだし。더깊은서로의비밀을공유합니다。前にも一度見せたっけ。私の左目がなくなったのは4歳の時。お母さんが特別な目を作ってくれたの。手術の時ね、死にかけたらしいの。죽음은어둡고한없이외롭다고말을하는데。明日から同類だよね。え、うん。よろしくね。榊原くん。暑いぞ、インドア。なんだ、お母さんから中学の思い出とか聞いたことある。아버지에게3학년3반의비밀에관해물어보고。ところで、コイチ、どんな感じだ ?1 年半ぶりの読み山は。이해할수없는아버지의말씀。다음날부터미사키와코이치는누구에게도방해받지않는둘만의학교생활이시작됩니다。どれ、お母さん。この人。リツコさんか。26年前、학급의담임이었던치비키선생。코이치는연쇄사망사건이사실인지물어보고。本当のことだ。この学校で実際に起こっている現象なんだよ。先生は僕たちのこと無視しなくて大丈夫なんですか。言ってみれば安全な立場にいる人間だ。3組の構成員とその二神党以内の血族、そして読山市内だ。携帯でいう圏外のようなものだと考えればいい。私にはその責任がある。だから今もこうして学校に残っている。しかしあと半分は恐怖だった。그래도자기잘못을해결하기위해남아있습니다。72年度から今年度まで26年分のね、赤の×印がその年度に死亡した人だ。一番下に名前があるだろう。はい。それがその年の死者だった。
96年度の死者は朝倉真美という生徒だったわけだが、彼女はそもそも93年度の生徒だったんだよ。관련기록도삭제되었다고하는데人間の記憶もということでしたよね。そして死者として現れていた彼女の記憶が失われていく。지금까지외학교에서대처할수없었는지말해주고1年が経ち卒業式に死者が姿を消したところでやっと全ての記録が本来の形に戻り、記録も記憶も元に戻る。呪いじゃない。何者かの悪意はどこにもないんだ。ただ単にそれは起こる。もう一つだけ。자신이이모가중3일때는있는해였는지물어봅니다。83年ある年だったよ確か。僕を産むために読み山の実家に帰ってきていて、玲子くんの年だったか。この町で亡くなったのか。そっか。15年前お母さんが死んじゃったのって。15年전초자연적현상에관해물어보는코이치。でもあの年はそう、途中で止まったような気が。わからない、何か思い出せない。ごめんね光一くん。皆さんおはようございます。皆さんに謝らなければなりません。そんな話はもはやどうでもいいと私は。흉기를가져온3반담임선생님。결국망자바꿔치기대책은실패하고もう疲れた。分かってくれますよね。あとはよろしくお願いします。気にかかって仕方なかったんだ。警察が先生の自宅を調べに行ったところ、좀전에있던일을말해주며선생에대해설명해주는데、久保寺先生は独身で介護の疲れ、3組の最悪。이걸로네번째사망자가발생합니다。最悪は止まらない。これからも人が死ぬ。赤澤さん。아카자와는대책위원장일로왔고미카미선생도왔다갔다고말해주는데。で、君たちは。15年前、途中で止まったという話を聞いたんです。この25年間で唯一途中で止まった年だ。その年度の犠牲者は私が把握できていなかった律子くんを除けば7人。8月で止まったということですか。そう、実はその年の3組は8月8日から合宿を行っててね。合宿。15年전망자페이지는비어있다고말하는치비키선생。誰が死者だったのかその年は確認できなかったんだよ。하지만다음에는소용이없었지만일단지푸라기라도잡아보자는심정으로시도해본다고합니다。急な話ですが、8月8日から10日まで2泊3日のクラス合宿を行います。いのや、そのお店の場所は知ってるけどさ、今日じゃあ行くよ。光一くん、こっちよ。クラスの問題だって言うから。じゃなきゃあんな男に呼び出されて出てくるわけない。お待たせしました。ウェイトは친구냐고물어보네요。望月優也の姉の友香です。はじめまして。光一くん、東京帰らなかったんだ。握手。死者の手は驚くほど冷たいって噂がね。やっぱりあなたとどこかで会った。お待たせ。話って何？望月が説明を始めるんで。お姉さんもやっぱり読み北の出身で、3組の噂は知ってたみたい。うちの常連さんなんだけど、読み北の出身だとは知っていたんだけど、3年3組だったって知ったのは最近のことでね。松永克美って人で、松永氏へ게어떻게살아남았는지물어봤다고합니다。助けたんだよ俺が。だから伝えなきゃと思ってあれを。松永という人が最悪を止めた。そしてその手がかりをどこかに残した。15년전초자연적현상에서살아남은마츠나가씨를찾으려사남이마을의해변으로향하는일행들。正直ちゃんと覚えてないんだよ。하지만마츠나가씨의기억도어느정도조정이되어있었고。そうだ、学校だ。学校に何かを持って行ったんだ。任せろ。공을찾으러간친구가요트에치여죽고。
다섯 번째 사망자가 발생합니다. 도시대 너무 심하네. 実はボートに引かれる前に死んでたんじゃないかと脳挫傷による脳ヘルニアがかなり進行していたらしい。 선생은 요미야마 마을 외부에서 죽은 것이 아니라고 말을 합니다. 일단 마츠나기 씨 말대로 학교를 뒤지기 시작하는 코이치 일행. 아노사, 나니가 오고를까 와카라나이카라. 다이타이 오레 나나쿠시기노 당위니와 興味ねえし. 주인공인 코이치는 무언가를 발견하는데. 뭔다? 난다 これ. 클래스에 리후진나 와자바이니 크루시메라레루데아로 고하이타치니 빙어! 하지만 내용을 듣기 위해 방송실로 향합니다. 재생되는 테이프. 가식가 왔단다. 8월 8일부터 2박 3일에 클래스 가식가 参加した生徒は俺を含めて20人、きっと呪いが消えるに違いないって。あの時はもしかしたらこれで呪いが解けるんじゃないかみたいな気分になったんだけど、神社のお参りなんて何の効果もなかった。最初にやられたのは浜口っていう男子だった。一瞬視界が真っ白になってさ、모두 도망치기 시작했고, ほとんどの生徒が走り出して、とにかく早く山を降りなきゃって。 그리고 두 번째 희생자가 나왔네요. 갑자기 들어오는 선생님. 아프네. 요미야마 마을에서 도망치는 여학생. 다음 희생자들이 발생했습니다. 아니키. 대기다요. 기다. 마다. 1人で 聞くのが 怖くて. 8월 신사 합숙에 오게 된 3학년 3반. 요코소 이라시아이마시타. 오헤아노 호와 전부 아케테 아리마스카라네. 내일 신사에 올라가서 참배해서 오늘은 각자의 방에서 쉬라고 말하는 미카미 선생님. 코이치 일행은 다음 내용을 듣기 시작하고. やっとの思いで計算した直後ってやつと言い争いになって、それから掴み合いの喧嘩になったんだ。あいつ動かなくなってたんだ。俺怖くなって合宿所の部屋に逃げ帰ったんだ。 친구를 죽인 것에 충격을 받은 마츠나기는 다음날 찾으러 갔지만 なかったんだよ。死体がどうしたのかなって。誰だよそれって。しかも合宿に参加した生徒は20人じゃなくて19人だって言うんだ。そこでやっと俺思い当たったのさ。 기토 코도시 클래스니 마기레 콘데다. 도야따라 사이악을 토메라레르카오 스타이오토 모테 시샤오 시니 카에스나. 소레가 하지마테 시마타 사이악을 토메르 호호다. 충격을 받은 코이치 일행. 저녁 시간 이후 코이치를 부르는 미사키에. 아토데 키테 쿠레루. 자신의 인형 눈에 비밀을 말해 주는데. 코노 닌교노 메가 違うって 教えて くれるから 見えなくていいものが 見えるって. 何が 見えるの? 死の色. その色が 死んだ人 だけなの? 重病とか 重症の人は うっすら. 중요한 걸 물어보는 코이치. それじゃ もう分かってるの? 誰が もう 一人なのか? 誰? それは 사각이! 오래! 삐아치마타가모! 갑작스럽게 급변하는 상황. 대시가와라. 카사미 토모히코って야つ. 知ってるか? 知ってるも何も. 클래스委員長で 대시가와라의 腐れ縁だろ? 미사키와? 知らないわけないでしょ. 야바이야. 오마이와 本当は 카사미じゃないだろ. 오마이가 클래스니 마기레콘다. 반장을 창밖으로 밀어버렸다고 말하는데. 아사카. 야치마타다요! 지면이 타오르테 움직가나쿠테. 2階の高さなら 死ぬとは限らないだろ.
風見くんが生きてるかどうか確かめよう。식당문이열려있는것을발견하고다가가끔찍한광경을보고말았는데요식당에불이났다고말하는코이치다메카가사미君は이네んだよ対策係から3組の皆さんに大事なお知らせです。どうやったら最悪を止められるかを伝えようと思って、死者を死に返せ、それが始まってしまった最悪を止める方法だ。そして今年の死者は美咲芽衣です。殺せ！미쳐버린학생들은미사키를공격하기시작했고クラ스메이트를죽이는건안돼요학생들이서로죽이려는상황을막던미카미선생님도쓰러지고마는데그광경을보고도망치기시작하는코이치와미사키결국8월합숙에사망자가발생합니다다시다른학생이습격하고시샤오시니아카사와산타카코친구의죽음에화가난아카자와걸어스테야르미사키점점불길에휩싸이는여관에서도망치는학생들先生誰も逃げてきてないのか美咲はまだ中にいる美咲를공격하는아키자와자신의마음을몰라주는코이치에게화가나는데こんなに守ろうとしてるのにどうしてよ。そんなに死にたいなら大丈夫？아키자와에게죽음의색이보이는미사키미사키来ちゃダメもう止めなきゃ待って레이코さんがもう一人なの미카미선생과동일인물인레이코이모机が一つ足りなかったのはね職員室なの他のクラスに副担任の先生なんている嘘嘘요私見たの1년반전연쇄살해당한레이코이모미카미선생이殺されるところを1년半前に見たのどうしてどうしてレイちゃんどんな感じだ1年半ぶりの読み山は組織はもう完璧레이코모나드디어모든퍼즐이맞춰지는데요僕がやるから死者を死に返す玲子さんさよなら그일이있고며칠뒤来てたんだみんな覚えてないよ三上先生のこと三上先生は1年半前の秋に亡くなったんだよ私は思い出せないんだが今年の死者は三上先生だったと車で送っていこうか。いえ。帰り道には気をつけたまえよ。
레이코 묘지 앞에서 참배하고 돌아가는 길. 아소코노 유엔지 이뜨미오가. 에? 미사키의 과거를 보여줍니다. 네네, 김이 히마? 도까 아소비 가나이? 도펠겐가 때 시테르? 모 히토리노 지분. 아? 요크 나이 코토가 오코르노. 나니 이때? 미사키 메이와 사촌인 후쿠오카 미사키. 진실은 자신의 여동생인 후쿠오카 미사키입니다. 같이 쇼핑도 하는 미사키 자매네요. 4월だってのに 雪 降るとか 勘弁してほしいわ. 兄弟ってさ 2신도だっけ? 신도? 초자연적 현상의 선반에 대해 말해주고. 에? 노루와레테루? 히로이 기레. 아, 이나. 와타시모 콘노 헤야 호시이나. 오네산 부르나. 서로 사이가 좋아 보이는 사촌입니다. 오네산. 나니 소레. 쿠야시. 긴노 쇼조와 쯔요이노다. 메이와 스키나 히토토카 이나이노? 이나이요. 케이타이도 덴와다이모 바카니난나이시. 지분데 아소부 오카네 크라이. 하지만 동생에게 죽음의 색이 보이기 시작하는데. 도시테. 다음날 동생을 지키려는 미사키. その人形やっぱり君がモデルなんだよね。 この子はね 12年前に あの人が産んだ子。 え? だけど生まれた時には死んじゃってた子。 아이를 유산한 이모가 이후에 가난한 동생의 가정에서 쌍둥이인 미사키를 입양하였다. だから私は半分かそれ以下。 자신은 이모네 집도 행복하다고 걱정하지 말라고 말합니다. 하지만 죽음이 습격해 오고. 행복하게 즐기는 미사키 자매. 오와리다요? 어? 갑자기 신장 질환에 걸려 쓰러져 버린 동생. 퇴원したらさ, また遊びに行こうね. 私はあの子がいいな. ほら, メイの家で見た人形. 초자연적 현상은 4월부터 발생하고 진짜 첫 번째 희생자입니다. 이렇게 1화 마지막 장면이 나오면서 애니 어나더는 끝이 나게 됩니다.